チャーズチャンネルです。今日6月7日5回目の第3章発売日となりましたが、比較会員で交換してきました。すぐそのあれですね、9パック先ほどの比較会員を変えてきましたんで行ってみましょう。まずですね、この友達はちょっと遊びに行ったんですが、友達ってことで。番号ですね。番号が今回は、第3章。桁が増えてますね。まあ、ちょうど2章があるので、あれ？わかるんですが、さっきの、こんな感じですよね、2章だと。まあ、3桁しかなかったですけど、さっき開けたのが304と303。303と304か。ですが、今回はやはり、あれですね、レジェンド、シュア駒がなるので、増えてるんでしょうね、バック数が。こちらが同じ番号なので、左が右ですよね。いきましょう。01。バックのうちのですね、01、02。これちょっと当たりかもしれないですね。01、03、ここまでがとりあえず3パック余ってたんでしょうね。で、ここからがその12パック以上あるいうことなんでしょうね。1207、1208の9の1209、1210ね、10、1211の最高が1211。90、12が最後になります。こう、すみません、1211ですね。ここが順番になってるので、1207から1212まで、これ多分最後ですね。で、これが多分最初と最後が入ってるような感じかな。0101から0103までのなので、可能性はあるかもしれません。あとは運ですね。じゃあ、ちょっとね、もうこんな中、遊びに行ったので、肝心な時に。まあ、父親は大変ですが、行ってみましょう。まずね、ちょっと一人なんで、ちょっとブレてすみませんね。どう行ったらいいのかな。ちょっと、どう行こうかな。こう行こうか。こう押さえていった方がいいな。OK、どうかな。押さえながらちょっと行ってみましょうか。切った方がいいかな。じゃあちょっとうまいこといかんもんだな。かに固定した方がいい。よかったかな。ちょっと失敗したな。ちょっと待ってくださいよ。どうがいいかな。固定でいきましょうか。ちょっと待ってくださいよ。